皆さんこんにちは、こんばんは、爽快キクです。今回もね、ダービースタリオン04、ダビスタ04の実況を始めていきたいと思います。今日もゆっくりまったりと始めていきましょう。さて、今日はねちょっと暑いですよね、今年一番の暑さかもしれませんね。先日までね、原付乗ってもね、原付乗ったら結構風がね、涼しくてね、まだまだだなと思ってたんですけど、今日はちょっときついんじゃない。原付乗っても暑い時がやっぱり本番ですから、夏本番ですからね。今日はね、麦茶をいただいております。さて、現在ね、エンディングを迎えるために走ってる馬がいないんだよね。のんびりと行きましょうよ。ね。のんべんだらりと。ビル・ゲイツもね、ちょっと能力的にね、レイコより落ちるかなというところですね。成長期待ですね。はい。不要ステークスでね、外枠引いたのかな。6着に敗れてしまいました。はい。これが実力でないことをね、思いたいですね。はい。それで、レイコがね、スプリンターズステークスで、負けてしまいました。2着にね、敗れてしまいました。マイルチャンピオンシップもね、まだ G1 取ってないので、チャレンジしていきたいなと。いきましょうか。翌週ほぼく出さない方がいいよね。ほぼく出さないとおそらく落ちるでしょ。これ落ちないかな。一旦落としましょうね。はい。高校野球も兵庫県は始まってますけどね、ベスト8で終わるみたいですね。それで甥っ子がね、ちょっとね、大会始まる前にね、デッドボールを食らってね、指かな、親指をちょっと骨折してしまってね、試合には出れないんですけど、なんかね、交代でベンチに入ったりしてるのかな。今大会はそういうところ緩いんじゃないですか、おそらくね。それで、なんか神戸新聞の方にもね、ネットですけど、インターネットですけど、写真とかね、載ってましたね。なんか、いいなっていう、逆に思い出に残る可能性もありますよね。試合にはね、もちろん出れませんけどね。いや、手術してましたからね、親指。剥離骨折って複雑骨折なんだかな、ちょっと覚えてないんですけど、ごめんなさい。でもよく頑張ったなって、本当によく頑張りましたね、本当に。本当にばっか言ってるけど、思うわ、よく頑張ったなっていう。本当野球漬けでしたからね。さて、レイコね、落ちました。集中しましょうね。はい、もう一回やります。ウッドマナリ。今日がだから4回戦になるのかな、4回戦。結構強いところ、私学とね、強いところっていうか、結構強いんですけどね、部員が100人以上いるのかな、頭のいいところでね、結構、分からないかな。名前は出しませんけどね、結構強いところで。今回、だから4回戦、3回戦かな、勝って、抽選なんですかね、ベスト16が揃って抽選になって、あと1回戦うみたいな感じですかね。さて、ビル・ゲイツもね、販路でやってるんだよね。ダーッとちょっとやっていこうか。スピード足りない感じがするね、これはね。どうですか、スピード足りない。ちょっと馬体重浮かれてるんだよね、これ。追い切ってる場合じゃないよね。ちょっと馬体重をね、もうちょっと増やさないといけないなと。確かそうだよね。450キロでデビューしてるんですよね。これが太めだと思うので、440キロ後半ぐらいがね、ベストだと思うんですよ。ちょっと今、がれてますね。行きましょうか。やったよね、レイプは。やってるね。はい。よくシュート。それでメモリーね、アップグレードしたって言ったじゃないですか。8ギガから16ギガね。やっぱりね、編集作業、楽になったというか、軽くなりましたね。8でもね、できるっちゃできるんですけど、やっぱりこれから PC 買う人、それで動画編集とかされる予定の方は、やっぱり16は積んでおいた方がいいですね。16、32、できた32ギガ、ね、64あったらすごいけどね。僕もだからパソコン買ってから4年ぐらいになるのかな、ね。2年前にね、アップグレードしましたけど、また今回メモリアップグレードして、あと何年ぐらい持つんですかね。パソコン5年持ったらいいところでしょう、でも。
まあ、今回32ギガにしなかった理由はそこなんですよね。やっぱりパソコンも4年目になるので、まあね、買い替えする時期も近づいてきてると思うんでね。それで、まあ、あれ？うん。あ、レイコだよね。もう戻ったの。え、どういうこと？どういうこと？あれ？やっていきましょうね。ハンドでちょっと体重増やしましょうね。まあ、ビル・ゲイツもね、そんな体重上がってきていいのかな。まあ、最初は目標なんでね。はい。ここは編集ソフトはパワーディレクター15ですね。うん、最近全然買ってなくて。パワーディレクターね、商用に使ったらいけないっていう話だったんですけど、それもね、なくなったので、いいんじゃないですかね。うん、5000では売ってないかな。7000ぐらい出せば買えるんじゃない。まあ、スタンダード版とプロ版とかありますけどね、どうなんですかね。違いがよくわからないんですけど、うん。うん、戻ってきましたね。ウッドで回復させましょう。はい。まあ、放牧には出してないからね。まあ、地戦で入れ込む可能性は低いよね。ね。放牧出したらやっぱり入れ込む可能性とか出てくるんで、まあ、これで正解だったんじゃないかなと。ね。まあ、あとは調子がどれだけ上がるかですね。うん。まあ、出れる状態にはね、戻ってくると思いたいですね。あと3週間あるからね。あと、ドラクエ11やりたいって言ってたじゃないですか。ドラクエ11買いました。セールになってましたね。買わなくてよかったわ。ダウンロード版がセールになってたんで、4999円なってたんで、買いましたよ。はい。うん。まあ、そこまでまだ進んでないんですけどね。4、5時間やったかな。うん。さて、ビル・ゲイツもね、戻ってきましたね。ダートやりましょうか。まあ、ジソね、慶応杯あたり使いましょうかね。うん。この状態キープしたらね、最高ですね。それで、朝日杯絶好調ぐらいになるんじゃないですか。うん。まあ、このままでも短距離よりやっぱり距離がね、長い方がいいですね。うん。ビル・ゲイツはフルコメですよね。ね。確か。ということで、勝負根性もあると思うんでね。やったっけ？やってるね。うん、ちょっと戻ってきませんね。ウッド合わせやりますか。はい。合わせもやります。まあ、輸送なんでね、そこまで絞ってはいけないんですけど。これで戻ってきたら最高ですよね。どうでしょう。どうでしょう。水曜どうでしょう。水曜どうでしょうってまだやってんのかな。ね。うん、なかなか戻りません。こういう時に限って戻らないんだよな。もう一個は本当に怪我に立たられましたね。怪我が多くて、本当に。あ、戻ってきましたね。オッケーオッケー。これでどこまで上がるかはですね。はい。ウッド、馬なりでね、調整していきましょう。最後の最後にね、親指怪我してしまったっていうのはね。まあ、ただね、まあ、野球はね、もう大学行っても続ける予定ではないので、まあ、それはいいんですけど、ね、ほとんどの人間がね、やっぱり高校でね、スポーツってやめることになると思うんですよね。まあ、やめとこう、この話はやめときましょう。はい。ダート強めでいいのかな？次の週出しましょうね。ちょっと状態このままでいってほしいよね。絶好調にならないでね。ね。ビル・ゲイツ。1兆ドルコーチ。1兆ドルコーチはビル・ゲイツは教えてないか。ね。スティーブ・ジョブズとジェフ・ベゾスって言ってたかな。ね。あの本売れてるらしいですね。買おうかな。本ちょっと積んどくしてるんですよ。結構ね、溜まっててね。宇宙関係の方もね、ホーキング博士の本途中というか、買ってね、まだ読んでないんですよね。だから、早く読みたいなと思ってるんですけどね。前回、おすすめした、おすすめというか、本読まれました。
日本新日本列島から日本人が消える日ですね、はい、あれ面白いんでね、うん、スピリチュアルにね興味ある方は読んでみたらいいんじゃないですかね、はい、行きましょうか。これちょっと馬なりでいこうか、はい、あ、ごめんなさい、氷噛んでしまいました。氷の音聞こえてました。さて、気を配ね、ちょっと距離が短いかもしれませんけど出しましょう。状態絶好調になっちゃったよ。なんだよ、行きましょうね、気を配。これキープできたらね最高ですけどね、朝日山までね、はい、岡部さんでいきます。うん、まあ、ここでね調子も上がってどこまで走るかね、2着入ったらもうダービーの権利はね、あの賞金的に足りると思うんでね、うん、期待ですね。2着に入ってるし、さてレイコもね戻ってきたんで OKOK、まあ、ウッド学びでやりましょう、うん、レイコは万全の状態で臨めそうですね、うん、これまああのレース直前にね、直前にごめんなさい、ね、調子崩すこともないし丈夫ですよね、うん、おいっ子でもね、すごい筋肉とかすごい綺麗な体してますよね。男が見ても惚れ惚れするようなね、体つきなんでね。なんかね、消防士になりたいって言ってますね。うん。だから大学でなんか学んで消防士になりたいみたいな。うん。高いところ大丈夫なのかな。俺ね、ね、うちの家系高いところダメだと思うんだけどな。ちょっと翌週ですね、行きましょう。翌週、さてこの馬はね、あの追い込むよりね先行させた方がいいかなっていう感じがしますね。スタミナあるタイプだと思うんで、まあさ、まあでも東京だったら差しでもいいのかな。内枠引いたら差しでもいけそうですよね。差しで行かせましょうか。ちょっと入れ込んでますね。うん、このメンツにね、あのこの印、絶好調でこの印っていうのはちょっとどうかなっていう、まあ入れ込んでるんで追い込みでいくかね、仕方ねえよな。まあ桜スピードあたりにちょっと印奪われてるようだ、クラシック云々は厳しいですかね。まあリアル競馬早くね、あのかんね、観客入れてほしいよね本当に。うん、やっぱり夏場ね、競馬場行きたいですよね。まあ夏場って言ったら、僕は一時期午前中だけね、競馬場行って、ね、ちょろっとかけて、結構ね、あの、午前中のレース、勝てたりしてた頃があってね、なんかいい思い出あるんだよな。また午前中だけ行きたいな。1レースで勝負して、1レース勝ったらなんか帰ってきたりしてたらね。うん、さて、来た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 、させるさせる、これ来たんでねえの、来たんでねえの、させさせ、ビル・ゲイツ、ビル・ゲイツ、ビル・ゲイツ行け、ビル・ゲイツ。ちょっと伸びないね、スピード足りないね、スピードが足りないわお前はね、どんくさいな。ビル・ゲイツこれ聞いたら怒るかな。まあ4着ですね、完敗ですね。これクラシックちょっと厳しいな、ね、距離伸びてどうですかね、ね、うん、ちょっと厳しいところありますね。さてレイコです。うん、まあ絶好調にしたいんでね、回せ回はできないよね、まあ、ウッド学びやって、ウッド強めやりましょうかね、はい。レイコは本当チャンスあったよね。エンディングのチャンスあったよね、これね。あ、ダービーでオンバワで追い込みっていうのは、まあ、作戦ミスですかね。まあ、ただ、サイデン・スズカが2着に残ったんだね、確かね。前も変わってないからね、やっぱり作戦ミスかな。今週あたり、ちょっと、パッドにお金入れようと思ったらね、まあダート重賞なんですよね。ダート重賞、
2畳ともダート中傷だったの。レパードステークスとエルムステークスでしょ。今までそんな感じだった。なんか変わってるのかな。ちょっとやったっけな。なんか変わってません。なんか今週ぐらいある。ひょっとしたら小倉記念かなと思ってやろうかなと思ったんだけどね。さて行きましょうね。まあ状態まあ悪くありません。行きましょう。マルチャンピオンシップ。これね、あこの後有馬記念迎えましょうね。はい。距離はの伸びた方がいい。うん、岡部さんで行きます。ベストオブザジョッキー乙部。うん。ビルゲイツはまあ2周ぐらい開けましょうか。ね、疲れもほとんどないので。ニューヨーク州。さて、マルチャンピオンシップもね、まだ取ったことないので。まあこれね、内訳聞きたいところですね。あ、ちょっと、ババ渋ってるのかな。ね、主だね。まあ前から行ってもいいような感じもするんですけどね。前から行かせましょうか。うん。外かな。あ、せめて中枠ね。中枠、真ん中。外やな。14番ですか。微妙ですね。これね、ね、下、上から2つ目の印が20丸なんでね、やっぱり先行の方がいいかな。ね。まあ、結構ね、差し馬多いんで、前から行こうか。レース。入れ込んでなかったんでね、引っかからなければいいですね。あと位置取り、前の位置取りをねキープして、差し馬多いからね、いけるんじゃないですか。いけたよし、 OKOKOK、 それでいいよ。内入らないとね、ちょっと外回ってますね。まあでも前行けたんで悪くないですね。悪くない。これでね、4コーナー外回ってね、後方の位置取りに下がるってことはないよね。ね。まあ、ガリガリいってますね。ね、思い切って。まあ、シンキンザパールあたりが内枠通ってね、いい位置いますよね。叩き合いになった。まあ、スタミナはるかにレイコのが上なんでね、ね、手応え抜群だね。持ったままですよ。まあね、シンキンザパール内で粘ってますけど、いけ、レイコいけ、レイコ思い切った先行策がハマるか、粘ってくれ、レイコ粘ってくれ、オボバーだから差しは決まらないはずだ、粘ってくれ、頑張れ、レイコ頑張れ、粘ってくれ、最後まで追うんだ、岡部、いや、また2着ですか。頼みますよね。2着はいらないんですよ。2着ではダメなんですよ、ね、2着ではいけないんですか。ダメですよ、もちろんね。なかなかうまいこといきませんね、ダビスタね。ジレンマというか、あーちょっと落ちましたね。ダート馬なりやっとこうかね。はい、これ絶好調だったらいいんだけどね。絶好調キープしてるかな。どないですか。 OKOK、 これなら最高ですね。はい、行きましょう。よくシュート朝日杯2周ですね。はい、レイクはね、あれも記念勝ちます。レイクまだ G1 勝ってないんだよね。これまあ強いんだけどね、本当に強めできます。まあ凱旋門賞もね狙えると思うんでね。まあね、有馬、春天、高津記念、3連勝しないとね、凱旋門賞はいけないので、ちょっと厳しいですからね。ちょっと今のはね、勝ったと思ったよ。ね、勝ったと思いましたよね。
スピードワールドに刺されるとはね、まあ、強めやります。まあ、しっかり追い切りましょう。まあ、追い切りましょうじゃないな、次やな。はい、レース直前じゃなくても追い切りっていうのかなごめんなさい、素人みたいなこと言って。2周前大切りとか言うもんな、ね、追い切りっていうのはね。翌週やね。さて、レイコもね、調教しましょうね。うん、まあいい感じですね。うん、まあ有馬記念使ってフェブラリーステークス使う、ダートはどうですか。この馬はまだ一度もね使ったことありませんけどね。この馬マクナリ3区なんだよね。まあ行きましょうか。絶好調保ってる。オッケーオッケー。まあこれちょっと馬体重ね低いんで馬なりでいきます。やっぱり先行で行ったらね、マイルでも最後垂れるんだね。まあ、うちは聞いて差しっていうのがね、理想ですかね。まあ、中山マイルとね、京都マイルではまた違ってくると思うんで、中山マイルだったら前行った方がいいのかな。どうですか。まあ、中山マイルだからね、不要ステークスで乗り換えだね。まあ、ペリーさん乗ってもらおうか。ね、はい。オッケーオッケー。ちょっと厳しいと思うんですよね。先行させようか。ね。後ろから行ってもスピードないし、このまま。さて、まず内枠ですね。絶対引かないといけないのはね。まあ、内枠じゃない。1枠1番じゃない。入れ込んだら違うね。俺の前じゃないな、俺は。え、新古寺院。名称動産。あ、いい枠引いたね。あ、人気ありますよ。ね、距離伸びてやっぱりいいのかな。あれ、バランスオブゲームより印ついてるし、金の星より印ついてる。まあ弱面は弱面ですけどね。まあ、これ内枠引いたんで差しで行かせましょう。ね、内枠3頭とも先行馬だし、まあ、差しでレース。これチャンスあるんじゃないの、ひょっとしたら。ね、ビル・ゲイツここに来て成長してきた。ねえ。おい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 、これチャンスありますよ。ねえ、まあ、最内取りたいね。最内、前のね3頭が、あ、うちの3頭が前行ってほしいんだよね。あ、でもあんまり行かないね。まあでもいい位置、いい位置。引っかからないで、引っかからないで。よしよし。もうちょっとうち入りたかったけどね。まあ仕方ねえや。ねえ。まあ悪くないですよ。悪くない位置。もうちょっとうち入りたかった。ねえ、これ最後刺してきますかね。ちょっとね、後方下がってますね。ちょっともうちょっとね、前をキープしてほしかったんだけど。まあでも折り合いついてるんで、ね。でも後ろから行ってさせるスピードがあるかどうかね。正直上がっていけ、上がっていけ、上がっていけ。中山の直線短いんだぞ。中山の直線短いぞ。おい、上がっていけ。手応えある、手応える。いけいけいけ、させさせ。手応える、手応え残っている。いい感じで来た。いけいけ、させさせ。内粘る、内粘る。クリス・ザ・ブレイブ粘っている。金の星が内からさせさせ。ビル・ゲイツいけ、ビル・ゲイツいけ、ビル・ゲイツさせさせ。なんでクリス・ザ・ブレイブが粘るの。粘った。いや、思ったより外回されましたね。まあでもこれ先々期待できるなっていうね。はい、これまあ先行馬かな。どうですか。差しにして差し切るほどのスピードないよね。ねえ、まあちょっとまだ賞金足りてないですからね。これまあなんか使わないとね。まだ1000万ですから。まあでも見どころがありましたね。まあ、レイコをね、有馬記念目指しましょう。はい。
ちょっと力入るレースが続いてるんですけど、なかなかうまいこといきませんね。ね。まあ、こういうね、なかなかね、すぐに、ね、目標というかさ、難しいゲームの方がやりがいありますよね。ね。簡単になんか達成したら面白くないんだよね。このあたりの、ね、難易度のバランスっていうのは重要ですよね。ね、久々に仁王の実況をね、過去に上げてましたけど、コメントがあってね、クリアできないっていうコメントがありましたね。僕もだから、もう序盤というかね、中盤の序盤あたりでもう積んでるんでね、まあ、仁王はね、正直難しすぎるなっていう。僕はだから、赤狼もね、積みましたからね、やりたいんですけどね、もう一度再チャレンジね。やっぱり難易度設定ってつけてほしいよね、アクションゲームは。硬いんだよ、だから仁王とかさ、敵がだから体力ありすぎなんだからさ、体力の低いバージョンも作ってほしいよね、正直。それで難易度なんて変わるんだからさ、硬すぎるよ仁王は、相手が。赤狼はね、タイミングゲーって言ってましたね。僕はそのタイミングがつかめなくてね全然つかめないんだよな。まあ、ビル・ゲイツもね、どこか使わないといけませんよ ね、賞金を稼がないといけないので。まあ、距離伸びたら楽しめるんじゃないですか、この馬ね。ちょっと中一周でホープルステークスはやめた方がいいかね、さすがに。ちょっと様子見、ちょっときついな、この中石はね、さすがにね。行きましょう、有馬記念。まだ G1 勝ってませんからね、内枠で、まあ、差しの方がいいのかな。まあ、外枠だったら先行させた方がいいですよね。ね、まあ、スタミナがある馬だからね、これ、まあ、まあ、ホットシークレットとか大逃げしないよね。するのかな。ああ、真ん中の枠ですね。まあ、そこそこ人気あると 9.6 倍と、まあ、収支薄いですね。相手そんな強くないんだけどね。まあ、ホットシークレットがいるんですよね。まあ、相当数ということもありますしね。マイコか、マイコ。思い切って前行きます。レース、そんな前行く馬はいないでしょうね。まあ先手取れるんじゃないですか。おい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 、おー、さてね、メンツのレベルの割合に印が薄いなっていうね。アイマシオンで遅れね。まあ、ホットシークレットいきますよね。大逃げしないのかな。ね、大逃げしないね。ね、ホットシークレットって言ったらね、アメリカ記念で大逃げ宣言してたんですけど、出遅れてね、ありましたよね。ね、外待ってますね。外、うち取れなかったね。前行ってほしかったんだけど。ねえ、鶴丸ボーイあたりが前行ってるのになんでこんな後ろになるのちょっと残念ですね、これはね。こういう展開になるならばね、やっぱり差しを浮くにしておいた方が良かったなっていう。ねえ、ちょっともうこれ想定外のレースやってますね。外枠だからこれが怖いね。これは厳しいわ、はっきり言って。まあ、差し競馬になったらいいんですけど、ならないでしょ。差し競馬にならないでしょ。最悪の位置取りですよ、これ。ね、ヤシャカールがずっとかかってますけどね、あの位置から伸びてくるんですかね。まあ、ちょっと上がっていってほしいな。
エアシャカールがずっと係り同士で伸びてこい、伸びてこないよな、これエアシャカールの方がってことあるもんね。状態は悪くないですよ、状態悪くないし、やっぱり1枠っていうのがね、欲しいところですね。やっぱり1枠1番粘りましたね。なんとこんな負けたのかな、ちょっとよくわかりません。はい、先行っていうのは難しいですね、やっぱり。短距離は先行の方がいいの、長距離はやっぱり差し追い込みか。まあ乾杯ですね。はい、まあ今回これで終了しましょうかね。ちょっとね、あのフラストレーションがたまるね回でしたね。まあでもね、ビル・ゲイツも期待できそうだし、レイクはちょっと能力衰えてきた、ひょっとしたら。それはない。まあというわけでね、今回これで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。